こんにちは、横浜朝日です。本日は元町中華街駅から少し歩いたところにある榎木亭を紹介します。こちらは港の見える丘公園とか外国人墓地の近くにあるお店です。本店らしいですね。インスタでも人気だし、めちゃくちゃ可愛い雰囲気だったので紹介します。僕結構ファッションだったり可愛いもの好きなんですけど、やっぱり社会人になるとファッションとかよりスーツだったり少し落ち着いた目な服装になっちゃうんですよね。それ悩みなのでね、最近は可愛いものだったりファッショナブルなものに積極的に触れてるんですよね。雑談はさておき紹介していきます。榎木亭は営業時間平日12時からなのですが、僕が11時45分くらいに着いたのかな。それにもかかわらず大行列でした。やっぱり雑誌とかに取り上げられてる人気店なのですごい列だなと思ったんですけど、なんとか直射日光を避けれたテラス席を利用できました。店内の雰囲気もとても可愛く、レトロチックで洋風な、まるでおとぎの国にあるカフェにいるような気分になれます。もうシルバニアファミリーかと思ったもん。昔の家具が残っていたりと文明開化を感じられますよ。これぞエモいって感じなのかな。レトロなカフェ一定数大好きな方いますからね。そういう人にはたまらないカフェだと思います。僕もめちゃくちゃいいと思った。メニューはケーキ系が多くて、甘いもの大好きなのでめちゃくちゃ迷ったんですけど、なんかこのエリゾンというケーキが気になりすぎて頼んでみました。エリゾン可愛すぎましたね。食べないでって言ってそうなんですけど、しっかり買うからガッ釣り食べました。お味は外がチョコ、中がフルーツケーキの味がして美味しかったです。オレンジピールやレーズンみたいな、そんな感じの味がしましたね。ちなみにエリゾンはフランス語でハリネズミを意味するそうです。フランスでハリネズミは幸福を呼ぶ動物とされているそうなので、まあこれを食べて幸せになれたらいいですね。他にもケーキはたくさん種類があったので、今度いろいろ注文していきたいです。皆さんもとりあえず行けば自分の好きなケーキあると思いますね。あとはかなり古い歴史を感じる建物なので、昔から外国人の方に親しまれてきたお店なんだろうなとか考えてました。元町の洋風でレトロなお店最高ですよね。一応この建物は1927年に建てられた建物で、リノベーションとかはされてるらしいんですけど、すごい古いですよね。ですけど中は特に汚いなとかは感じなかったので、しっかり手入れされていてすごいです。こんなメルヘンチックなお店なので、男女比マジで男俺一人に対して女性30人とかだったんですけど、気にせずに楽しめました。この日は天気も良かったのでとても気持ちが良かったですね。食べログの評価は 3.60 ということでしたが、僕は 3.7 上げたい。あとは男性が使うってよりは女子会向きなお店かなと思いましたね。作業に向いているとかではないので、お友達同士来るのがおすすめです。榎木亭さんのインスタグラムのリンクを説明欄に貼っておくので、行きたいなって思った人は来店前に確認してみてください。他にもカフェ紹介の動画かなりアップしているので、他の動画もチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。